皆さんこんばんは、リコットです。さて本日は2020年夏の星空攻略、夏の大三角を自分の目で見てよう。皆さん夏の星座の動画ご覧くださりありがとうございます。こちらの動画では夏の大三角だけでなく他の星座も紹介しています。まだの方は今回の動画見終わった後に、もちろん見る前でもぜひご覧ください。とはいえ、いろいろな動画今まで投稿しているんですが、やっぱり星空って自分の目で見てなんぼだなと思うんです。でも夏の大三角、名前は聞いたことあるけどどこにあるかわからない、そもそも見ようとしたことがない、そう思っている方も多いと思うんですよ。だから今回は自分の目で見つける、特に夏の大三角を自分の目で見つけることに徹底した動画にしたいと思います。今回の動画を最後まで見てくださると夏の大三角が自分で見つけられるようになります。お家にベランダなど星空の見える場所がある方はぜひこの動画で一緒に夏の大三角を見つけてみましょう。そうでない方もこの三鷹で一緒に夏の大三角見つけてみましょう。さてまずは夏の大三角について簡単におさらいしていきましょう。もう夏の大三角バッチリという方は今のうちにベランダへ出る準備をしながら確認の意味で聞いてくださると嬉しいです。今見えている星空は2020年8月14日午後9時の南の空です。南の空に圧倒的に明るく見えているのは木星です。あとその横に土星も見えていますね。夏の大三角は東の空にあります。東の空を上に見上げてみましょう。そうすると夏の大三角が見つかります。さて夏の大三角と一緒に説明されるのが七夕伝説ですよね。織姫と彦星が天の川を挟んで反対側にいるみたいなあの話です。夏の大三角の3つの星のうち2つが織姫と彦星に当てられているんです。今一番上に見えている星がこと座のベガ、織姫の星です。そして右下の方にあるのが鷲座のアルタイル、これが彦星です。で織姫と彦星の間に天の川が流れています。そして天の川の中にある星が白鳥座のデネブ。街明かりが少ないところで星空を見ている方は白鳥の姿も見えるかもしれません。今星座の線を出してみるとこういう十字のプラスのような形をしているのが白鳥座です。デネブは尻尾の位置、天の川の中を泳いでいるような姿をしているんです。そしてその天の川を挟んでベガ、織姫とアルタイル、彦星が反対側にいるという姿が星空にあるんです。肉眼では見えないかもしれないんですが、確かにここに天の川は流れています。白鳥の姿見えないなという方も夏の大三角見つけてこの辺りに白鳥の姿があって天の川が流れているんだなと想像してもらえたらと思います。ということでなんとなく夏の大三角の姿を頭に入れて早速星空で夏の大三角を探してみましょう。ここからは夏の大三角を見つけてみましょう。ベランダなどで星空を見ている方はなるべく目を暗いのに慣らすために画面は見ないで音声だけ聞いていてください。まず東の空を見てそこから目線を上げていきます。そうしたら明るい星何か見つかりますか？こちらは今8月14日午後9時なのでこと座のベガがかなり高いところ、頭の真上くらいに見えているはずです。皆さんの見ている時間が午後8時ならもう少し低いところ、見ている時間が10時ならもう少し高い、のけぞらせたあたりがこと座のベガという星になります。すぐに見つからなくても諦めずに見つけてみてください。そこにあると思ってみるとだんだん見えてくるはずです。根性とかの話をしたいわけではなくてイメージが大事っていうことを言いたいです。かなり高いところに明るい星が見つかったらそれはおそらくこと座のベガ、織姫の星です。ではその次に白鳥座のデネブを探しましょう。ベガから見て左下あたりに明るい星何か見つかりますでしょうか？距離は腕を伸ばしたグー、拳2個分くらいの距離です。こと座のベガと白鳥座のデネブの距離が腕を伸ばしたグー2個分くらいです。白鳥座のデネブが見つかったら、そこから目線を右の方にずらしてみましょう。
そうすると明るい星がもう一つ見つかるはずです。これが獅子座のアルタイル、彦星の星ですね。デネブとアルタイルの距離は腕を伸ばした拳3個分くらいです。3個分くらい。それか一番上のこと座のベガから始めてもいいです。ベガの右下の方に獅子座のアルタイル、これまた腕を伸ばした拳3個分くらいの距離です。これで3つの星が見つかったかなと思います。いかがでしょうか？東の空、一番高いところに見えるのが、こと座のベガ。そして左下に行くと、白鳥座のデネブ。右下の方に目線を移すと、獅子座のアルタイル。この3つが、夏の大三角という星の並びです。それで、白鳥座は天の川の中を泳いでいるような姿をしています。今、こと座のベガが一番上に見えるような見方なら、白鳥座のデネブのあたりから、左から右に向かって天の川が流れている、肉眼で見えないとしても、確かにそこに天の川が流れているっていうことです。夏の大三角、すぐに見つからなくても、諦めずにしばらく見てみましょう。実は人間の目が暗さに慣れるのに、最低でも5分か10分くらいはかかります。なので徐々に見えてくるかもしれません。ぜひお家のベランダなどで星空を見上げて夏の大三角見つけてみてください。ちなみに大体場所がわかるとスマホでもそこそこ写真は撮れるんですよ。僕 iPhone7 を使っているんですけど、 iPhone7 で撮った写真がこちらです。うっすらではあるんですが、ちゃんと夏の大三角の3つの星写すことができました。星空いろいろな楽しみ方があると思うんですが、僕はやっぱり自分の目で星を見つけてなんぼかなって思います。お家にベランダなど星が見える場所があれば、ぜひ星空を眺めて、まずは夏の大三角を見つけてみてください。ということで、このチャンネルでは星空や星座について、他にも天文学のいろいろな楽しみ方を動画で投稿しています。次の動画を見逃さないためにも、ぜひチャンネル登録してくださると嬉しいです。夏の大三角見つけたよという方や、見つからなかったけどイメージはできたよっていう方、ぜひ高評価ボタンもポチッと押してくださるとありがたいです。本日も最後までご視聴くださりありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またねー。